メルカリで悪評をつけられて、通報までされたという一致。むしろ一致の方が吉で、メルカリで通報された、悪評価つけるやつばっかりだし嫌がらせだ。話を聞くとメルカリに潜むヤバい吉だった。メルカリで通報されたんだけど、悪評つけてくる奴らって嫌がらせだよね。せっかくあれこれ不用品を売ろうと思って始めたのに、吉ばっかりしかいない。買う気がないならやり取りしなきゃいいし、買った後に大量に悪評をつけてくる人って、もしかしてクレームつけるために買ったりしてるわけ？商品を受け取ったのなら、高評価をつけてくれてもいいよね。一人ならわかるけど何人からも悪評がついてて、メルカリは変な人ばっかりなんじゃないかと思ってる。ああ、ムカつく。ついさっきも、購入した品がどうとかってクレームが入ってたけど、大したことじゃなくて、そんなことでいちいち写真を何枚も撮ってクレーム入れてくるっておかしくない？他に評価が高い販売者さんもいるのに、私だけ変な人に粘着されてるのかな？写真撮ってクレームって、それは本当にイッチが売ってる商品に問題ありじゃないか？メルカリって確かに過剰に値切りしてくる基地客もいるけど、売ってる側もたまに、ありえないくらいの基地がいるんだよな。だから今聞いた話だけだと、イッチが基地の、可能性も消せないっていうかさ。クレームの具体的な内容が知りたい。確かになぁ。自信満々で自分はいい販売者って思ってそうなところが逆に怪しい。メルカリとかすげえ商品を売るアプリとか、個人投資のやり取りだから、どうしても、基地と遭遇することはあるんだよなぁ。一件二件だけ変なクレームがあるなら相手かなと、思うんだけど、大量にクレームってなると一致のせいかもと思ってしまう。やっぱりみんなも一致がおかしいと思う？私も一致側に問題があるんじゃない？って思った。ポイントはクレームが一件じゃなく、大量に入っているって部分だよね。いくら変な、購入者が多いとしても、クレームだらけなのはおかしいと思うなぁ。まあジャンルによって、ちょっと購入者も販売者も基地っぽい人が多いジャンルもあるからなんとも言えないけど、両者が基地もしくは一致が基地なんじゃないかと思う。で、どんなクレーム？私が被害に遭ったって相談してるのに、私を基地扱いするのはおかしいんじゃない？クレームはいろいろとあるんだけど、例えば梱包、包装が適当すぎて、家に届いた時には、中身がこぼれてたとか、中身の商品が潰れてるから返品させてほしいとか、あとは写真と入っているものが違いすぎるから返品させてほしいってのもあったなぁ。その商品に関しては、新品の時に撮った写真が残ってて、撮り直すのも面倒だったから、買った時の写真を使ったんだよね。でも中古でノークレームノーリターンって書いたし、それなのに写真は新品っぽいのに現物はボロボロだから詐欺だって言い過ぎじゃない？そりゃ新品で写真を撮った後に半年以上は使ったから、それなりに変化はあったけど、でも中古って書いておいたんだから嘘じゃないじゃん。あとは購入された後に、たまたま旅行の予定があって、帰ってきてから発送しようと思ってたけど忘れちゃってさ、遅くなったけど発送しようと思って発送したら、使いたい日に使えなかったから返品って、誕生日にあげたかったって言われても、購入した時はそんなこと言ってなかったしね。細かいクレームはもっとあるけど、大抵はさっきまで書いたようなクレームが中心。どれも相手の言いがかりみたいなこととか、そこまで気にすることないようなクレーム、ばっかりで、なんでここまで悪評価をつけられるのか全くわからなくて困惑してる。ノークレームノーリターンって書いてるんだから、嫌でも諦めるべきなんじゃないの？最初からクレームを言ってくる気満々なら、買わなきゃよかったのに、ノークレームノーリターンの商品を買った後、悪評を書いたり返品要求するのはどうなの？お前が会うと、メルカリの販売者に基地がいるって聞いたことはあるけど、ほんとこんなやつ、いるんだな、マジ通報じゃ足りん、悪評ついて当然のことをしてるのに、なんで自分じゃ、おかしくないって言えるんだよ、その基地っぷりが怖いわ。いくらノークレームノーリターン、だとしても、限度ってものがあるだろ。商品として成り立ってないのに返品不可とか。新品の写真を使ったら、そりゃ新品当然だと思って買うだろうなぁ。で、送られてきたら、ボロボロの商品だったら、そりゃ騙された、ってなるに決まってるだろ。写真詐欺を、
しておいて、ノークレームノーリターンだから相手が基地は絶対におかしいって。それに商品の梱包はフリマアプリの基本中の基本なんじゃないのか？前に買った時は、段ボールで商品を曲がらないようにして、プチプチで守られてたぞ。そういう配慮を、するのは当然だと思うんだが、イッチみたいなのがいるとメルカリ利用も怖いな。誕生日プレゼントの件も、旅行に何日行ったのか知らないけど、発送予定を何日も過ぎて、ようやく発送ってなると、早く欲しかった人はクレーム入れたくもなると思うな。他の話もひどいから、下手したら旅行疲れで発送してなくて、本来の発送予定日よりも、一週間くらい過ぎてから発送したとかじゃないの？そりゃ相手に理解されないだろうし、キレられても仕方ないね。さっきからエッチが書いてあるのは全部悪徳すぎて、これでノークレームのリターンとかあり？マジ聞きすぎて草。え？こっちはちゃんと発送してるんだよ。商品が手元に届いているのに何が不満なの？もし何でもクレームを入れて OK ならノークレームのリターンの意味ないじゃん。他の販売者さんもそうだと思うんだけど、私はノークレームのリターンにしてるから、値段を安くしてるんだよね。もしクレーム入れてくるならばいくらいの値段にしたいし、それに細かくクレームは入れないようにって注意書きも入れてるのにこれだよ。梱包に関しては、向こうから指定がなければ極力費用を下げるようにしてる。だから別に段ボールとかプチプチとか使わず普通の封筒に入れて投函したんだけどさ。私がポストに入れた時は綺麗だったんだから、何かあったなら郵便局側の問題じゃん。それなのに販売者の私にクレームを入れるって何なの？入れるなら郵便局にしてよ。それに梱包は手間もお金もかかるから、それなら追加料金をもらわないとね。そりゃ何も梱包せずに封筒にポイッと入れておくれば商品が傷ついたりするのは当然だろ。シールとかを送ってるってわけでもないんだろうし。普通はもうちょっと考えないか？相手は梱包も込みでの料金だと思ってるだろうし、包んだり配慮しないのであれば、最初から商品にそう記載するべきじゃん。そのままポイッと送りますってな。聞けば聞くほどこいつから商品を絶対に買いたくないって気持ちにしかならない。自分もメルカリを利用したことはあるけど、ノークレームノーリターンってのは、あくまでちゃんとした商品が届いた場合だと思ってる。例えば中古品って、多少傷がついてても OK とかそういうレベルの話なんじゃないのか？一致の発送の方法だと、下手したら向こうにたどり着いた時には商品としてまともな状態じゃ、なくなってるってことだよね。そんなのを送りつけられても困るって、ノークレームのリターンも、さすがに商品が壊れたり掲載されてたものと違う場合は、クレーム入れていいと思うし、返品を求めてもいいと思うんだよね。じゃなきゃ誰も、ノークレームのリターンの商品を買わないでしょ。ほんとマジ聞きすぎるてくさ。あーイライラする。私のノークレームのリターンの考え方が違うっていうの？でも前にある商品を買った時に、細かい傷が入ってたんだよね。それで販売者さんに、問い合わせたら、写真ではうまく写らない傷もあるから、動作は確実だけど商品の傷は、ノークレームのリターンでって書いてあったから、気にしないでほしいって言われたよ。じゃああの傷だって、私の想定以上の傷があったら返品できるってことなの？こっちは商品発送とかの手間もあるんだから、いきなり返品させてって言われても困るし、書いた通りの商品を発送してるのに、後からブツブツ言われても困るんだよね。アカウントだってせっかく育ててたのに、悪評だらけで通報もされてるし、家の中の不要品を売ったりしてるから、もしかして子供とかも利用してるのかな？ノークレームのリターンの意味があまりわからずに買っちゃってるのかも。でもたくさん悪評が届いてからは、商品説明の一番最初にわかりやすく、この商品はノークレームのリターンの商品ですので、返品は受け付けません。って書いたんだよ。それでもこれで返品できないのはおかしいって怒られてる。他の販売者さんのようにいい評価を早く増やしたかったのに何なの？メルカリ側も通報があったって送ってきて、一方的に私を悪者扱いでさ、あそこまでめちゃくちゃに言われると、こっちもムカついて、売り言葉に買い言葉で、言い返したりもしたんだけど、その言葉も性格を否定するようなものでひどいみたいな、変なクレームもあったっけ。
でも相手が先にクレームつけてきたんだから、それに対して多少切れたりするのは仕方ないって思わない？喧嘩売ってるのが向こうなのに、被害者ずらしてくる奴らとか本当にムカつく。私は大抵購入した時は、高評価ばっかりつけていたから、きっと私が販売者側に、回ったら、高評価がたくさん来るだろうなって思ってたのにな。はぁ、子供がいるから発送の時は時間を作るのも大変だったし、これでちょっとお小遣い稼ぎになると思ってたのに。そういえば発送中に子供がちょっと商品を触っちゃったんだけど、それについても相手が気づいたのかクレームが入ってたなぁ。子供が触るなんてハプニングであり得るんだから許してくれればいいのに。はぁ、子供がいるなら、その時間帯は発送をすんなよ。相手は一致に子供がいるか、どうかなんて知らないし、知ってたとしても商品に何かあるとは思ってないから。それを私には子供がいるから許して、わ身勝手すぎて草。もうここまで来ると本当に申請の危機なんじゃないかと思うよな。商品は新品の時に、写真を撮ったり、子供が触ったりして書いてある状態と違うし、発送は適当で、梱包なしだろ。しかもコメントであれこれ聞こうとしたらノークレームノーリターン。だからって切れ出すとか、マジで地雷すぎてどうしようもないな。これはメルカリ側も一致を赤番するしかないような気がするな。このまま放置してたら被害者が続出しちゃいそうだしね。一致に反省の色が見られないから、このまま放っておいたら、また同じような悪徳な販売を続ける気なんでしょ。まあ大抵のお客さんは評価を見て購入を決めてると思うから、今の一致のように、悪評だらけの人から買うのは物好きか、よっぽどその商品が欲しい人だけだと思うけど、たまにアプリとかに詳しくないお年寄りとかが買っちゃうからかわいそうだな。やっぱりメルカリから通報するしかない？どうせ一致が販売したものなんて、ひどい商品ばっかりだから、一致が消えても誰も困らないだろうしねー。結構メルカリ使ってるけど、ここまでひどい販売者の話は初めて聞いたかも。転売中とか色々いるけど、これはかなりひどいなぁ。ひどい？私が？低評価をつけまくってる購入者の人たちがひどいの間違いじゃないの？そういえば悪評が増えてから、せっかく商品を出品しても全然売れないんだよね。値下げの交渉とか、商品についての質問とかも全然来なくなっちゃった。メルカリ側からは改善がないならバンするとかひどいことも言われているし、改善も何も、商品を買ってくれる人がいないからどうしようもないのに、売る前の商品を置いておく場所を用意しているんだけど、最近溜まりがちで困る。そこは子供もたまに触ろうとするから壊れちゃうかもしれないしね。つけられた悪評が相手の勘違いだったら評価を戻してくれたりしないのかな？購入者側の自己中なクレームを信じるんじゃなくて、私の意見も聞いてほしいよ。じゃないとひどい購入者のせいで私が泣き寝入りじゃない？そんなのひどいでしょ。そりゃメルカリにとっては私は一販売者に過ぎないかもだけど、もっとちゃんと対応してほしいよね。メルカリ側はちゃんと対応してるだろ。あとは一致を赤番したらオッケーだな。クレームはちゃんと精査してると思うぞ。さすがに一致の場合はあちこちから、クレームが入りすぎてるから、こいつはやばいってなったんじゃないのか？ちゃんとした商品を送っていたら、ここまで悪評がつくことはないと思うぞ。まあ変な販売者に当たると粘着されることはあるけどさ。一致の場合は相手が一人じゃなく、複数なんだよ。まあ今までのレスを読んでると、一致の商品にクレームが入らない方が、おかしいっていうか、悪評つけてない人は泣き寝入りだろうからかわいそう。この一致はきっとバンされるまでずっと、私は悪くないを繰り返すだろうし、もうちょっと丁寧に梱包しようとか、やっぱりここが悪かったかなとか、改善する意思が全くないのが困ったところなんだよね。写真の件なんて絶対に詐欺だから、返品させてあげるべきだと思うし、こんな購入者を置いておいたらメルカリの評価が、下がるだけだから、バンしない理由が全く見つからない。いやもうなんかさ、何個かは突っ込んだけど、正直突っ込みどころが多すぎて、どこから言ったら良いのかわからないレベルなんだよな。マジ吉すぎて、こんなのが、メルカリに本当にいるのかって思うくらい。ほんと一致みたいな地雷販売者がいると、
個人同士のやり取りのアプリは怖いよな。でも安いし欲しいものがあるとな。さっきからみんなして私だけを叩いてるけど、実際に私が発送した商品やクレームを見たわけじゃないのに、よくここまで私の批判ばっかりできるね。おかしくない？購入者さんとはかなり何度もやり取りしたことがあって、結構ひどいことも言われたよ。あなたは販売に向いていないとか、この商品はどう考えても不良品だとか、気に入らない部分があったにしろ、ここまで否定されるのはおかしいと思うんだけど、そりゃ悪口みたいなことをたくさん言われたら、私だって強く返しちゃうじゃん。それを今度は人格否定とか言われたら、やってられないんだけど。そりゃ全てのクレームを黙って聞いてろとは言わないけど、一致に対するクレームの、9割以上は、ガチで商品がヤバかったから来てるクレームだと思うんだよ。それを無視するのはおかしいし、あまりにも商品がおかしかったら、客側が切れるのも、無理ないんじゃないのか？いやいや、新品詐欺みたいなことをされたら、何度も文句を言いたくなるだろ。一致がすぐに認めて別の商品を送るとか、返品に応じるなら別としてさ、文句に対して、強気な態度で臨みすぎて、相手の反感も買ったんだろ。レスしてるだけでイライラするもん。そりゃ粗悪な商品を送られた後にこの態度じゃ、コメント試合をしてる間にだんだんとムカついてくるのも理解できるなぁ。で、一致は悪びれる様子もないんでしょ？相手の気持ちがめちゃくちゃわかる。一致が悪いのに、なんでそこまで堂々とできるのかわからない。だから、私は悪くないの。だから堂々としてるし、それで問題ないって思ってる。メルカリも、もっと販売者を守るべきなんじゃないの？ここまで言われても私は、はいはいって泣き寝入りしなきゃいけないの？一人の人なんてもうだいぶ経つのに、まだ返品がどうとか言ってきてるし、ノークレームノーリターンだって返しても、今回には当てはまらないはずだってごちゃごちゃうるさいんだよねー。ほんと嫌なら新品をお店で買えばいいし、中古だからこの値段なんでしょ？安く買っておいて、商品が手元に届いてみたら、何か違うから返品したい、なんてのが、オッケーになっちゃったら、送ったものがほとんど返品されてきちゃうんじゃん。さっきも書いたけど私は、ノークレームノーリターンにしてるから安くしてるの。文句があるなら最初から高く買ってほしい。送料だってかかってんだよ。まあ返品ってなったら送料はお互いに相談ってことでいいんじゃないのか？それよりも、書いていた商品と全然違うものを送ったり、梱包が適当なのに対応が悪いのがいけないんだ。ここまでここでも叩かれてるのに、何もわからないって脳に問題でもあるんじゃないのか？さすがにこのまま放置してたらダメだろメルカリ運営。普通にバンされるって話も聞くし、一気ほど最低な販売者ならバンされるでしょ。これを放置しておくとかヤバすぎ。メルカリって無期限利用停止になることがあるからね。まあ数日内に一致は、そうなると思うよ。通報もきっと一件じゃなくかなり入ってると思うからね。ここでごちゃごちゃ文句を言っても、それが結果なんだよな。運営だってさ、いたずらの通報とか、明らかに購入者がおかしい通報も受けているだろうから、どんな通報かの内容は精査した上で、一致はおかしいってなってるんだと思う。ほんと意味わからない。なんかこのまま無期限利用停止とか言われた。今、売りに出していた商品も全部もう売っちゃダメみたいな状態になってる。なんで？私が何か悪いことをした？おかしいのは購入者の方じゃん。なんであいつらを、赤番にせずに、私が永久番になるの？これってどうにかできないかな。まだ家に売りたい不要品もあるし、なんか購入すらできなくなってるんだけど、私は今までちゃんと対応してきたし、こんな目に遭うなんておかしいよ。メルカリは運営側だから何をしても許されるの？人気アプリだからってこれはないんじゃない？こんなことが許されるなんておかしい。どこかに抗議したらいいのかな？抗議しても無駄だぞ。お前が頭おかすぎるからバンされたんだしさ、むしろメルカリの運営はやっぱり有能だったなと思ったわ。これで新しい被害者が出てこないな。むしろこれでバンしない運営なんてくまるすぎるって。被害者がめちゃくちゃ多いんだし、よかったよかった、これで解決だな。ほんと今回の一致はひどかった。バンされて本当によかったよ。こうして一致はスレを去っていった。
そして二度と帰ってこなかった。メルカリで大量の悪評価をつけられたし、通報までされたとすれで憤る一致。ところが一致は新品詐欺をしたり、ありえない発想の仕方を続けていて、購入者のせいだと怒るものの、そのまま運営側にバンされてしまうというお話、いかがでしたか？皆さんの周りにも、自分は悪くないと相手のせいにするものの、実は自分に非があるという一致のようなとんでもない基地女はいるでしょうか？最後まで見てくれてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してくださいね。